皆様ご機嫌いかがでしょうか。 DJ Q がお送りする毎度おなじみのんきなチャンネル、おたきさんの時間でございます。前回特別企画のサガン鳥栖内山圭選手を応援に行く動画をたくさんの方々にご視聴していただきありがとうございました。そして今回はいつも通りここ藤枝総合運動公園サッカー場から藤枝舞 FC 対バジアーノ岡山の試合をお送りします。最後までよろしくお願いいたします。まずは白色のユニフォームバジアーノ岡山のメンバーです。ゴールキーパー背番号1堀田大輝、ディフェンダー背番号16川野良介、ディフェンダー背番号5柳康隆、ディフェンダー背番号23ヨベニバリス、ディフェンダー背番号43鈴木義武、ミッドフィルダー背番号14田中雄大、ミッドフィルダー背番号6若狭雄二、ミッドフィルダー背番号8ステファン・ムーク、ミッドフィルダー背番号22佐野光大、フォワード背番号9ハン・イグオン、フォワード背番号18桜川ソロモン。続いてリザーブのメンバーです。ゴールキーパー背番号13金山純喜、ディフェンダー背番号4濱田美咲、ミッドフィルダー背番号2高木優也、ミッドフィルダー背番号41田部井亮、ミッドフィルダー背番号44千葉大志、ミッドフィルダー背番号19木村隆也、フォワード背番号99ルカオ、監督は木山隆です。明治安田生命 J2 リーグ第8節、藤枝舞 FC 対バジアーノ岡山の試合となります。藤枝は前節首位を走る好調町田に敗戦、守備の堅い町田のゴールをこじ開けることはできませんでした。
そして早い時間の失点がやはり試合をスムーズに運べない要因にもなっています。先制点を許すと敗戦している藤枝、逆に先制すると勝利。まず先制点を奪い試合を優位に進め勝利をつかみたい。一方の岡山は2試合連続の引き分けと勝ちきれない試合が続く。 J2 初参戦の藤枝にはアウェーとはいえ勝利し勝ち点3を奪いたい。そして上位から引き離されないようにしたい。いよいよ試合開始です。藤枝マイ FC、ワジアーノ岡山と2対2のドローゲーム。藤枝は先制点を許すとこれまで敗戦してきたが、一時は逆転し勝利目前でしたが逃げ切りに失敗。途中交代で守りを固めるも勝ちきれなかったのは痛い。しかしポジティブに捉えるならば、先制を許しても勝ち点が取れたこと、逆転できたこと、とにかく次につなげてもらいたい。岡山はやはりセットプレーが強い。2得点どちらもコーナーキックからの流れでした。先制点を奪いながら後半30分までリードしていただけにもったいなかった感があります。ですが逆転を許しても最後まで諦めない姿勢、前への推進力は素晴らしかったです。ヨルディバイス選手の気持ちの入った同点ゴール、そしてすぐさまボールを持ってセンターサークルに走る選手、素晴らしいの一言です。同点じゃなくとにかく勝つんだという気持ちがすごく伝わりました。この勝ち点1は大きいと思います。今回は以上となります。藤枝総合運動公園サッカー場から DJQ がお送りしました。次回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。